昨日、令和新選組、串渕議員が、懲罰委員会に付されることが決まり、16年ぶりの懲罰委員会ということで話題になってますね。ただ、その懲罰に関して、実は共産党だけが路線が違ってたのですが、むしろ、共産党による煽りが面白い。皆さん、こんにちは。はねです。本日は2023年5月26日ですね。 で、先にこの動画の結論を申し上げると、頭が固い共産党だが、まあ論理的にはそうなるわな、ということになります。この動画では、令和新選組の暴走について、他党の反応を少しだけ見ておきたいと思いますので、共産党、たまには褒めてやる、って思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、本日は金曜日、夜11時半からライブをしていますので、コメント欄、固定コメントのリンクをチェックしてください。 では、今回の目次はこちらです。では、早速こちらの記事をご覧ください。こちらは NHK の5月25日の記事ですね。見出しは。令和、串渕共同代表への懲罰動議、衆院本会議で可決、処分検討へですね。詳しい話は昨日の動画でお伝えしたので、串渕議員の爆笑演説をご覧になりたい方は、動画最後にリンクを貼ってますので、そちらをご覧ください。では、中身を見ておきましょう。以下、一部引用です。 国会で不規則発言を行った令和新選組の串淵共同代表に対する懲罰動議は衆議院本会議で賛成多数で可決され懲罰委員会で処分が検討されることになりました。 令和新選組の串渕共同代表は、先週18日の衆議院本会議で、鈴木財務大臣に対する不信任決議案の採決の際、壇上で、与党も野党も茶番などと叫び、自民党や立憲民主党など、与野党5党は、今年2月に続く不規則発言だとして、懲罰投議を提出しました。 そして同義は自民、公明両党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決されました。衆議院で懲罰同義が可決されるのは16年前の平成19年以来です。 この後、懲罰委員会の理事懇談会が開かれ、与党側は来週30日に委員会を開き、処分の内容は10日間の党員停止が相当ではないかと提案し、野党側が持ち帰って検討することになりました。以上ですね。はい。思ったより懲罰が重くなりそうですね。ガーシーは参議院ですが、彼は除名。 ガーシの場合は継続的に何回もいらんことをしたって考えられますから、その分ね、形式的には懲罰の内容が重くなるのはちょっとだけ理解できます。除名が適当かどうかは疑問ですが。で、私はせいぜい陳謝などかなと思ってたら、当院停止を検討ですか まあ単なる妄想ですが25日に謝罪とか心情説明とか言いながら政府批判や野党批判を15分程度行ったことなどを考えると陳謝をさせたところで意味がないってことなのかな知らんけど。でね、ちょっと見てほしいのがここなんです。すなわち自民党や立憲民主党などの与野党5党は懲罰動議を提出したとありますよね。自民、立憲、国民、維新、公明。はい、5つです。 実はこれ、共産党入ってないんですよ。で、例えば NHK5 月19日の記事では、共産党は櫛渕氏の行為は認められないが、懲罰までは必要ないとして、道下の提出には加わりませんでしたとあります。で、ここだけを見ると、あれ、共産党、令和新選組に甘いのかなって思うじゃないですか。いや、実際甘いのかもしれませんよ。 ただ、いやね、甘いのかもしれないけど、結構辛辣よ。こちらをご覧ください。こちらは日本共産党国会インフォというアカウントで5月25日に公開されている日本共産党の塩川哲也氏の意見ですね。詳しいものは概要欄参考記事にリンクを貼ってますので、そちらを見てください。そこでは、く渕ぶ金の行為は、 懲罰に相当する不穏当な言動には当たらず、懲罰委員会に付することに反対だ。国民の評価と批判に委ねるべきだ。としつつも、令和新選組に申し上げたいとして、令和新選組として権利行使の努力をしてきたかが問われている。令和が発言の機会を確保するために、委員外発言を求めるなどの要求や働きかけを行ったと承知していない。議事協議の場である理事会に当初出席していたのに取りやめるなど、権利行使を しているなど、令和新選組のこれまでの活動に疑問を投げかけていますね。串し議員は少数派が正しいことを主張しようとして仕方なかったんだということを言いますが、共産党の塩川さんは、お前、やるべきことをやってないやんかって言ってるんでしょうね。 で、まあ考えてみれば、これは共産党的ですよね。それこそ共産党に対して批判をして、除名か除籍かなんかになったという話がありましたよね。あの件では私も意見を言いましたが、結構周りくどいことを言ってるんですよ。すなわち。 どんなルールを組織内で作るかは基本的には自由だし、したがってルール違反に対して処罰をしたことは仕方ないかもしれない。とはいえ、処分が重すぎるって話もあるし、そもそもそんなルール自体が国民から気持ち悪いと思われてるって感じのことを私は言ったんですね。まあですから、ある意味共産党はルールには従うってのは基本にあるはずなんですよね。 ちょっと自衛隊についての理解については、ルールに従うという発想から外れている気がしますが、共産党はそういう政党なんですよね。ルールは大事、と。ですから、令和新選組のように、ルールに反した行為については、共産党としても認めるわけにはいかないのでしょうね。ちなみに、このような発言については、赤旗でも同様の記述がなされており、また、先ほど紹介したツイートを5月25日に、市和夫委員長は、 日本共産党の見解です。冷静でまっとうな態度だと確信します。とコメントをしていますね。ちなみに2021年の衆議院選挙で山本太郎が出馬するかどうかでもめた東京ハックの立憲の吉田議員ですか彼女も当初は懲罰動議提出の賛同メンバーとして名前が挙がっており、令和支持者から結構叩かれたんですよね。 東京ハックから山本太郎が引いたからこそ当選したくせに、櫛渕議員にこんなことをするとかひどいみたいな感じでした。まあ、山本太郎氏が出馬していても、多分その時には野党票が割れて、石原信て氏が当選したと思いますけどね。あ、最近ツイッターで信て氏にツイッターフォローされました。どうでもいいけど。で、そのためでしょうが、吉田議員が、 5月25日に説明をされていますね。詳しいものは概要欄参考記事吉田をご覧になってほしいのですが、そこでは本会議採決の場は各種委員会の場とは位置づけが違う。 串縁議員のような行為を認めると、同様に465人の議員が自由なことをしてもいいということになり、収集がつかなくなる可能性もある。一人だけ認めることは公平性が担保されないと、まあ普通のことをおっしゃってますね。まあその前に、私も国民の命と暮らしがかかっているギリギリの時にはルールを破ることがあるかもしれないって保険をかけているのが気になりますが。 にしても、やっぱり今回の声でも、そして、櫛渕議員の演説にも、令和支持者の少佐の声がツイッターでは目立ちますね。また、今まで与党批判をして、立憲支持の意見を言い続けてきたアカウントも、泉体制に批判的になってくると、令和絶賛モードになったりして、結構櫛渕議員の演説を褒めてるんですよね。うーん、この人たちって、手続きを守るってことの重要性をわかってないのかしら 手続きを守るということは、一人の人間を優遇しないってことにも繋がりますし、一人の人間に我慢をさせないってことにも繋がる。まさに人権を守るための手段なんだけどね。私はこの人たちとはしばらくの間、分かり合えないんだろうな、そんなふうに思うんですけども、まあ政治家でもないですしね。分かり合わなくてもいいんですけどね。皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。ではね、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。 本日夜11時半からライブをしていますので、よければそちらの方にもね、ご参加ください。なお、動画で触れました、串渕議員の演説に関して相当問題があるんじゃないのかってことをね、国会中継をある程度編集して、お届けしながら説明した動画をこちらの方に。また、ちょっと話は変わるんですけども、中国の気球がね、日本に飛んできた際に、 共産党の C ・カズオ氏の素晴らしい会計策の提案に関してはこちらで説明していますので、よければね、動画のチェックもお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。